みなさん、こんにちは。こんにちは。青チャンネルでーす。ゆきさん、はい、ゆきさん、いつもやってる、これ、もしかして、プロレスラーの前田？違う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 違
キツネでございません。じゃない。何なんですか、キツネといつも間違えられるんですけど。これはですね。ふーとかそういうイエーイとか。違います。違う。違うです。これは、はい、薬指なんです。中指でもなく人差し指でもなく薬指で、薬指なんとじゃ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 ーん、法隆寺の弥勒菩薩です。弥勒さんなんですね。弥勒菩薩様の弥勒のポーズ。弥勒のポーズですよ。弥勒のポーズですか。よいしょ。これね、法隆寺のね、法隆寺の弥勒ポーズなんですけど、うん、弥勒ポーズじゃない。弥勒ポーズ。弥勒菩薩のポーズです。で、この法隆寺の弥勒菩薩、うん、私もう本当幼稚園の頃から大好きで。幼稚園から。幼稚園のあのね、花園幼稚園で仏教系の幼稚園行ってたんですけど、うちはお母さんのお母さんがあのお寺の家系なんで、子供の頃から仏像をよく拝んでたんですけど、その中でも、あの花園幼稚園からねもらった、はい、この写真があって、ずっとお部屋に飾ってたんですけど、大好きで。幼稚園生が？そうなんです。弥勒菩薩の。でもどこの仏像とか全然知らなくって、うん、大学生の時に、うんうん、京都行ったんですよ、うん、で渦政八重村かなんか行った時にパッてね、あの駅の途中で、うん、法隆寺っていうのが見えて、見えて全然知らなくて、うん、で仏像が御開帳されるっていうのがパッて見に入ったんで、何にも知らずにたまたま途中で降りて、うん、電車を、うん、それで見に行ったんですよ、うん、そしたらこの仏像だったんです。なんと法隆寺だったんです。そこは京都ですよね。京都です。でもすごい感動しちゃって、もうこれ本物じゃんみたいな。幼稚園の時からそう見てたのの本物だみたいな。幼稚園生ね、仏像の写真を部屋に飾ったりしないよね。でもなかなか好きだったんですよ。やばいね、ゆきちゃん小さい頃から来てますね。来てますよ。でちょっとね、この、はい、弥勒菩薩、ほらこんな感じでねポーズをとっているんですけど、ちょっとこのポーズをね、はい、真似してみたいと思います。真似してみたいと。真似してみたい。弥勒のポーズ。このポーズね。うん。こういう感じで。うん。そうね。逆じゃない？あ、逆だ、逆。あれだけ何回もやった。何回もやったの。こうして。こういう感じですか？そういう感じですね。あ、あ、そういう感じ、そういう感じ。そういう感じです。もう売り二つ。二つやん。二つでしょ。なんて。二つでしょ。二つだね。これはね、あの沖縄にもね、あの弥勒の夜が来る。弥勒湯が降ってて、弥勒様の弥勒の夜が来るっていう言い伝えがあるんですよ。弥勒の夜って何ですか。そうですね。もう平和な、本当に地球がみんな平和でこう幸せな。なるほど。弥勒菩薩がこうやってくるような平和で幸せな世界がやってくるんじゃないかっていう言い伝えがあるんですけど、その弥勒の世が来ますようにという願いを込めて、はい、アマフチャンネルです。ですってやってます。皆さんも弥勒の気分になってください。弥勒の気分になりながらスンとね、スッとね、スンとしながら、スンとしながら、いやもうニコッとしていいんですけど。
ぜひね、美しいポーズなんで。そうなんです。これ、魅力の湯になりますよ。ただ、ゆきちゃんに会ったら、ぜひ、やってみてください。やってみてください。ということで、はい、今日は、魅力の歌といえば。魅力の歌といえばですね、アカタスンドゥンチって言って、はい、魅力の世が来ますようにというふうに歌われている歌がありますので、ちょっと今日はそれを歌いたいと思います。はい。YouTube ばっかやってなんか仕事してないじゃないかって噂が流れてるけどやってるんですか？やってます。あ、これは作ってます。ちゃんと見えないところで YouTuber かと思いかもしれませんがそれはいらないシーサーが本業なんです。シーサー本業です。 YouTuber と食べれてます本当だ三振奏者食べれてこれが本業なんです。いやでも言うてもね2年半ぐらいのお待ちいただいてるんですよね。お客様ねすごい人気なんですよ。そうなんです。作ってください。はい、頑張ります。 YouTube ばっかり作ってます。カマムチャンネルでした。チャンネル登録よろしく。